はい、皆様こんにちは。コミッティビヤギでございます。本日は2024年上半期売上ランキングベスト5オメガ編をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回はオメガのモデルを対象に2024年上半期のコミット銀座取扱数上位5本を公開いたします。ぜひとも皆様も一緒にランキングを想像しながら楽しんでご覧ください。第5位、Cmaster300、リファレンス 210.30.42.20.01.001。 第5位には Cmaster ダイバー 300M が25周年を迎えた2018年にフルモデルチェンジを果たしたこのモデルがランクイン。セラミックを文字盤やベゼルに、ホワイトエナメルをベゼルのスケール部分に、初代モデルにあったレーザー加工の波模様を文字盤に採用するなど、デザイン性のみならず耐久性、視認性にも優れた作りとなっています。またケースバッグからはスイス連邦軽量認定局メタスが認定したマスタークロノメーターのキャリバー8800を鑑賞いただくこともできます。ケース径 42mm、 ケース厚 13.6mm とがっしりした腕回りの方におすすめの1本です。第4位、スピードマスタームーンウォッチプロフェッショナル、リファレンス 310.30.42.50.01.001。 第4位にはオメガのアイコンウォッチといえるスピードマスターから2021年発表のこのモデルがランクイン。往年のスピードマスターのデザインを踏襲しつつ、ブレスレットを現代的に改良、軽量、薄型化したこちらはヴィンテージにインスパイアされたステップダイヤル、ドーム風貌にヴィンテージ感漂うヘサライトガラスを採用するなど、往年のファンにとってはたまらない仕上がりとなっています。現代の技術力やデザイン力を採用しながらも、伝統的な衣装もしっかりと表現したかっこいい一本ですので、実用性を意識したい方には特におすすめです。第3位、 Cmaster300 高アクシャルマスタークロノメーター007、リファレンス 210.90.42.20.01.001。 第3位には2021年10月公開の007 No Time To Die にて、ダニエル・クレイグ扮するジェームズ・ボンドが着用している Cmaster と全く同じデザインのスペシャルモデルがランクイン。1957年に発売されたクラシックタイムピース3部作の一つでもあるこちらは、ヴィンテージの風合いを強く衣装に反映しておりますが、ヴィンテージオメガのコレクターでもあるダニエル・クレイグの意向を反映したとされています。また裏蓋にはイギリス軍の仕様に沿った本格的な刻印が記されており、大きな矢印はイギリス軍艦級品を表すブロードアローマーク、海軍所属であることやダイバーズウォッチを意味する0552や9237697の数字、ねじ込み式リューズを意味する A、そしてもはや説明不要の007のコードナンバーに、シリーズ第1作007ドクターノーの公開年1962を示す62があしらわれています。007シリーズのファンの方や時計好きな方にはたまらない1本ですね。第2位、スピードマスタームーンウォッチプロフェッショナル高アクシャルマスタークロノメータークロノグラフ、リファレンス 310.30.42.50.04.001。第2位にはスピードマスターのステンレススチールモデルでは初となるラッカー仕上げのホワイトダイヤルを採用したこのモデルがランクイン。こちらはスピードマスター愛好家であれば外せないポイントでもあるドットオーバー90の多機メータースケールが採用されたベゼルに、サイズ調整が容易にできるクラスプを採用した5連のリンクのブレスレットと、実用性抜群の仕上がりとなっています。またムーブメントにはコスクとメタスによる非常に厳格な8つのテストに合格したキャリバー3861が搭載されており、性能に関しては文句なしの一言。スタイリッシュなデザイン性と精度の高さを体感したい方におすすめしたい一本です。第1位、スピードマスター記念モデル高アクシャーマスタークロノメータークロノグラフ 42mm、 リファレンス 310.32.42.50.02.001。 栄えある第1位には、 NASA がマスコットに採用しているスヌーピーのイラストが施された2020年登場の限定モデルがランクイン。1970年に宇宙探査やアポロ13号の救出に大きく貢献したオメガに対して、NASA から贈られた賞がシルバースヌーピー賞。その受賞から50周年を記念して誕生した9-1のスモールセコンドに描かれたスヌーピーがカジュアルな印象を与えてくれるこちらは、
裏蓋に宇宙に浮かぶ月と地球が描かれており、クロノグラフを作動することでスヌーピーを乗せた宇宙船が動き出すといった遊び心満載の仕掛けが施されています。そして面白い仕様なのはさることながら資産性も抜群、今後が楽しみな一本ですね。まとめとなります。人気の高いスヌーピーや007のコレクションに食らいつくかのように近年発売のモデルが多数ランクインしていましたね。やはり近年の高級腕時計需要の増加に伴い、様々な趣味嗜好を持った方が増えたことによるものなのでしょう。しかしながらまだオメガのモデルを購入したことがない方の場合、どれが自分に合っているのか迷ってしまうことも多々あると思います。当店には経験豊富なスタッフが多数在籍しておりますので、そんな時はまず一度ご相談してみてください。皆様に合った腕時計をご提案させていただきます。